俺たちは東京観光して京都帰ります。会うこともないやろうし、一つ質問させてください。まあ、銃の悪魔狙っとるって聞きました。で、殺せるって思ってます？今回得意家を20人ほど殺したやつに君は負けてるのに、世界中の人間をうん百万人殺したやつには勝てるとでも？実は俺たちも銃の悪魔にめちゃくちゃにされた恨みで公安来ました。銃の悪魔を殺そうなんて思いませんよ。普通に考えれば無理ってわかりますもん。正直アキ君見てるとムカつくんですわ。くせに漫画の主人公みたいな目標を掲げて、くてサボイボタツは。ほら、立っとるやろ。立ってへんわ。俺の前でごちゃごちゃ言わないでくださいよ。あは黙って見てればいい。が負けて死んだその時に笑いに来てください。今自分が自分を見えなくなってるのは分かってます。じゃなきゃやっていけないのも分かってるんです。ご指導ありがとうございました。アキ君、君のことムカつくけど応援しとくわ。最後にこの言葉を送る。得意家にはまともな奴はいないから気をつけな。